タイトルが、まあ、トリガーポイントというタイトルにしたんですけども、まあ、トリガーポイントっていうのは鍼灸用語で、まあ、発痛点とか呼ばれるんですけど、まあ、腰痛とか肩こりだとか、まあ、ツボとも重なるというものを言われてるんですけども、まあ、しこりみたいな硬い部分を押すとじわーっと体全体が汗をかくだとか、そこの場所を押せば一気に体に痛みがビビッと走るだとかですね、やっぱ痛みっていうものはなんか体っていうものを感じさせてくれる一番、まあ、分かりやすいっていうかものだと感じてまして、その発痛点、そのポイントを押すと体全体に痛みが広がる、まあ、同じように例えば自分の体そのものを使って舞台の上でドンとお客さんに提示して、その体がポイントとなってお客さんに何かを誘発できるようなものができたらなということも重なりまして、それで、まあ、トリガーポイントっていうのをちょっと今回名前を選んでやらせていただきました。どっか痛くなるわけですよ、腰が痛いだとか膝が痛いだとかで、いろいろどうやったら治るのかなとか調べて、やっぱいろんな調べるとなんか面白い言葉が見つかってくるわけじゃないですか。 でトリガーポイントって、まあ、トリガーっていう響きもなんか、まあ、ピストル拳銃のトリガーだとかちょっとハードボイルドなイメージもあって、まあ、トリガーポイントですけどね。でもなんか単純に、まあ、男心っていうわけでもないですけど、かっこいいなとかっていうので目がいっちゃった部分もありますけども、で その意味も調べると体そのものにいろいろ、まあ、さっき言った発痛点、痛みだとか、その痛みがトリガーですね、ピストルの弾丸のようにビーンと一気に体中に伝わるだとか、なんかなんですかね、なんかいろいろそういうの調べていくうちに興味湧いてですね、なんか例えば舞台上ですごい痛そうなことやってるなっていうふうに思っていただけてもいいし、単純にちょっと倒れたりもしたりするんですけども、まあそれじゃなくて誘発点という言葉もあるんですけども、なんかやっぱお客さんの目を引きつけるような体で痛いなっていうことですね、まあ、単純に言っちゃえばそのトリガーポイント、発痛点、誘発点か、自分の体自身がそのお客さんにとってのポイントになるっていう、だスイッチを押してそのスイッチでがお客さんに伝わるみたいな、そんな存在になれたらなっていうふうに思ってます。